去のトラウマを忘れる方法。過去の辛い出来事とか苦しい出来事が思い出されてきて非常に不安になります、パニックになります、嫌な気持ちになりますっていう質問がものすごく多いんですよね。その過去の嫌な出来事が思い出すのをなくしたい、あるいはそれを減らしたい、あるいは過去の嫌な出来事自体を忘れたいという質問がものすごく多いんですね。それに対してカバさんも今まで多分10本ぐらい動画を作っておりまして、その主な内容は過去の起こったことだからしょうがないんで流しましょうよとかね、あんま考えてもしょうがないんでみたいな動画が多いんですけども、スマホ脳のですね、ベストセラー作家のスウェーデンの精神科医の先生が書いた本ですね、スマホ脳とかストレス脳、あと運動脳ですね、どれもすごく分かりやすくていい本なのでおすすめなんですけど、すごくいい本ですね。でもね、この中でこのストレス脳をちょっと今日読んでたらすごくハッとすることが書かれたので紹介するんですけど、このストレス脳っていうのは人間の脳の中でどんなことが起こってますかってことをある種脳科学的に理論的に説明した本なんですね。ですからうつの状態ではどういう状態が脳の中で起こっているのか、不安やパニックになった時にどういう状態が起こっているのか、孤独の時にどんなことが起こっているのか、あと運動するとどういう良い状態が起こっているのかっていうようなことを脳科学的に非常に分かりやすく解説している本なんですよ。なので皆さんそういうの知りたいという人も多いと思うので、そういう人はすごく腑に落ちます。その自分はすごく不安なんだけど、その頭の中でどんなことが起こっているのかってことを知りたいという人にはすごく腑に落ちて役立つ、安心が得られるんだと思うんですね。この本の中で今先ほど言った PTSD とかですね、過去の記憶がやっぱり蘇ってきてすごいパニック状態になったりするっていうことがあるんですね。 PTSD の症状ですね。 PTSD っていうのは外傷後ストレス障害っていうもので、非常に大きな恐怖や不安や命の危険を伴うような体験をした人がそれを忘れられなくなって、それをしばしば思い出して冷や汗が出たりパニック状態になったり、わーって状態になったり叫び出したり非常に不安になったりするっていう病気ですけども、ここに書いてあるのはね、忘れたい記憶は重要な記憶っていうことが書いてますね。脳は生き延びるために重要だと思う記憶を優先して保存する、とりわけ脅威や危険に関連した記憶を保存するのだ。つまり命に危険に関するような記憶っていうのは、生物っていうのは自己保存の法則っていうのがありますので、また同じような危険が出た時にそれを回避したり、そこから生き延びるためのヒントとなるために強烈に記憶するっていうんですね。過去に体験したトラウマをわずかでも思い出させるものは何であれ、脳に記憶を取り出させてしまう、私たちを守るためにだ。その結果、一番忘れたい記憶こそが脳にとって最も重要で、覚えておかなくてはいけないものになるって書いてあるんですね。はい、つまりその死に直面するような恐怖、これはもう忘れたいんです、人間にとってはね。そんなの覚えたくない。しかしながら生物としては死に直面する恐怖を記憶しておくということが自己保存のために非常に重要であるという矛盾したことが起こってるわけですね。逆に言うと、その記憶というものは実は自分は忘れたいけども重要な記憶であるってことなんですね、生物学的に見て。そしてあなたにも時々思い出すような辛い記憶があるかもしれない、それも脳が同じことが起きないようにあなたを守ろうとしているのだ。時々再体験させることで前回どのように対処したのかを思い出させる、思い出すことで精神状態が悪くなったとしても脳にしてみれば大したことではない、脳は生き延びるための進化したのであって幸福を感じるためではないのだから、で生き延びる確率を高めるためにそういう危険な状態をしばしば知らしめてるというのが一つの PTSD の解釈ではなかろうかっていうのがアンデション・ハンセンさんのね考えなんだけど、面白いなと思いますね。そこでじゃあどうしたらいいのって話も書いてあるんですね。あえて思い出すことの効能っていうことで、基本記憶を思い出すことが悪いのではなく、記憶を思い出すことによって非常に不快な、例えば恐怖であるとか不安を追体験してしまうっていうことが問題なんですよね、 PTSD の。なのでその点で安全だと感じられる状況で恐ろしい記憶を取り出すと、時間をかけて記憶が変化していき脅威が減っていく、だから安心できて心が落ち着く環境で親しい友人やセラピストなどに話してみるのがいいっていうことを書いてます。つまりまたそうなったらどうしようとかいう恐怖なんですね。だから安心した状況、信頼できる友人と話してる時、信頼できるセラピストや精神科医と話してる時に自分の過去の体験を話すことで、その瞬間に死んだり命が奪われるってことはないわけだから、安心できる環境においてそういう過去のトラウマを言語化するということは安心と紐づいてくるんですね。過去の記憶っていうのが、過去のその嫌な記憶っていうのは死や不安というものと紐づけられてるんですけど、それを何とか話すことによって別に話しても大丈夫なんだ
っていうことが起こってくるっていうことですね。安心できる環境で恐ろしい出来事、つまり事故やいじめ、嫌がらせや暴行などの記憶を語ることは、森に行っても狼が出てこなかったのと同じ効果がある。ゆっくりとしかし確実に記憶から脅威が減っていくっていうことですね。ということで、私も言語化の魔力っていう本書いてますけど、そのトラウマを言語化することによって、安心できる環境で言語化することによって、記憶に対するネガティブ感情の紐付けがポジティブなものへと変わっていくということなんですね。そのためにはトラウマを封じ込めとくよりも話した方がいい。もちろん話すというものを安心して話せる環境で話せないと意味がないということですね。あとはノートみたいなものにやっぱ書き出すのもいいってこともね、書いてあります。ということで、ある種トラウマティックな出来事や過去のすごく嫌な出来事というものを封じ込めるのではなく、言語化して話していく過程によってですね、安心と記憶自体が変容していくっていうのは、そういうことっていうのが消えますよっていう、一つのこの過去の嫌な記憶との向き合い方ということを、このストレスの方に書かれていて、まあ、そういう対処法っていうのもあり得るなというふうに非常に腑に落ちたので紹介したのでございます。ただいつもカパサーが言ってるように、同じことを何度も何度も話すと記憶というものが強化されてしまいますので、一回話して忘れるというのがいいと思うんですね。だからそういう自分の今まで誰にも言えなかったような体験を、誰か信頼できる人にわーっと話して、それですっきりした、もう忘れよう、ふっとこういう形になっていければすごくね、いいんじゃないかなというふうにも思います。という形で、過去の嫌な記憶を忘れる方法っていうのをね、よく質問が来るんですけども、一つの対処法というものを、アンデシュ・ハンセンさんのね、ストレスのをもとにですね、紹介させていただきました。あんま思い出さないようにするっていうのが無理なわけだから、どこかで言語化して自分でそれを受け止めて受け入れていくっていうことをするっていうのは、一つの対処法として十分効果があるんじゃないかなと思いました。アンデシュ・ハンセンさんの方は非常に分かりやすいですね。まあ、ぜひ皆さんも不安とか、あるいは PTSD のような過去の体験とか、あるいは鬱とか、自分の脳の中でどんなことが起こってんのかってことを客観的に知ることができると、ああそんなもんなんだと、ああそんなことが起こってるんだと、例えば不安って言っても扁桃体の興奮なんだというふうに思えばですね、楽になる部分っていうのは必ずあると思うんですね。そういったことを踏まえて、ちょっと参考になる本なんじゃないかなと思います。